にちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルでは気軽にレザークラフトを楽しめる情報を発信しています。今回作っていくのはこちらのペタンコのバッグになります。こちらですね、 MacBook Air が 13.3 インチらしいんですけど、これがすっぽり入る大きさになっています。さっと入れてさっと取り出せて、よいしょ。パソコン以外にもこういった雑誌、こちらもちょうどすっぽり A4 ですかね、 A4 サイズの書類もすっぱり入ります。こちらを作っていきます。でこちらですね、今回このレザークラフトガイドブックという本が9月の29日に発売されたんですが、こちらに私たちの革教室と YouTube の方が掲載していただいたので、こちらにも型紙が載っています。レザークラフトの基礎とか道具とかもたくさん載っているので、ぜひ皆さん書店で見かけたらよろしくお願いします。それでは型紙をプリントアウトして、今回はこちらを作っていきます。プリントアウトした型紙は3枚になります。こちらを厚紙に貼り付けていきます。スティックのりでも構いませんし、こちらは貼って剥がせるスプレーのりを使っています。貼り付けられたら線通りにカッターでカットしていきます。パーツは全部で4枚できます。そうしましたらこの2つをくっつけて、つなぎ合わせると型紙は2枚できました。革に移していきます。今回使用するのは和光レザーショップさん栃木レザーの茶になります。ティス地やトラノアル、自然な仕上がりとなっています。こちらを使って作っていきます。経年変化が楽しみな革です。型紙を出て革を大まかにカットします。大まかにカットできたら革の裏側、床面を処理していきます。触ってみて革の抵抗がない、目の出る方向に向かってこちら床ノール、こちらを塗っていきます。床面が乾く前にガラスをかけて磨いていきます。面が磨けたら平らにするために重しを乗せて少し置いておきます。革が平らになったので型紙を移していきます。しっかり革を見ながら型紙を置いていってください。型紙が写せました。それぞれ2枚ずつ型紙を写せたらカットしていきます。カットが終わったのでヘリ落としをかけていきます。まずこちらの持ち手は表側両側ともヘリを落としていきます。この短いところもそうですね、表は全部ぐるっとヘリ落としをかけます。裏側もぐるりと一周ヘリ落としをかけます。本体のパーツは入り口、ここですね、
入り口のところ表をすべてへり落とし、裏側です。裏側は両端は縫い合わせるので両端1センチを外したその間をへり落とししていきます。今へり落としをしたところをトコノールで磨いていきます。1回でも結構ピカピカになりますが、一度すべて塗って磨いたら紙やすりで塗ったところを削ります。こんな感じで少し白っぽくなったらもう一度塗って、これで磨いていくと2回目はもっとピカピカに仕上がりました。もう一度削って3回目に塗って3回磨くのをおすすめしていますが、お好みで2回でも大丈夫です。先ほどのパーツ、持ち手のところ全部と入り口2枚ですね、こちらをどんどん磨いていってください。それでは本体に刻印を入れていきます。今回はオイルレザーを使っているので一面全部をまんべんなく濡らしたいと思います。こういったスプレーがあると便利です。スプレーがない方は食器を洗うスポンジを水を絞ってさーっと、ザラザラしてない方で濡らしていくとまんべんなく濡らすことができます。型紙に真ん中があるのでこれを使うと便利です。縫い穴を開けていきます。本体とかぶさるのは5センチですが、縫っていくのは4センチのところをコの字型に縫っていきたいと思いますので、こちらのディバイダーを3ミリに調整したら下から4センチのところから始まって4センチのところで終わります。5箇所すべて書いてください。できたら次の向きにして穴を開けると縫い付けが綺麗にいきます。いよいよ取っ手を本体に縫い付けていくんですが、型紙に縫い付ける位置が載っています。この線より少し内側に、貼った時に見えてしまわないように内側に4箇所こんな感じで穴を開けておきます。これを本体に移します。こんな感じで留める位置の印がつけられたら、今度はこちらです。取っ手の裏側、縫い付ける部分のすぐ裏側に3ミリの両面テープを貼ります。何本か貼って仮止めが剥がれないように、剥がれにくいようにしてください。先ほどつけた印にこれを貼り付けます。貼り付けたら、ね、ここは直角になるように貼り付けて、先ほど開けた穴を本体に移します。移したら剥がしてしまって大丈夫です。両面テープも剥がしてしまいます、ね、穴が移りましたね。そしたらこれに穴を開けていくんですが、どことどこが一緒か分かんなくなってしまうので、この後ろ側に A と書いておきます。ここも貼ると見えなくなるので A と書いておきます。それでは縫い合わせていきます。今回使用するのは麻のロービキ糸になります。糸の毛羽立ちをさらに押さえて切れにくくします。ちょっと穴を足していきます。ここ
から一目外に穴を落として縫っていくので真横に一つ穴を追加します。左右ともですね。一目めはここから入って表の糸をこの真横に開けた穴に通していきます。裏にある糸も同じくこの穴に裏から表に通します。この糸また元の位置に戻していって表裏と出すと横に渡した糸が二重になったら通常通りこう進んでいきます。最後の一穴まで来ました。ここも縫い始まりと一緒で表からと またこの表から戻っていきます。戻ってきて二重になったらここからもう一目この下の方に戻していきます。ここ縫い止まりになるのでもう一目下に戻そうと思います。引っ張りながらギリギリのところで糸を切ります。4箇所とも縫い付けることができました。それではいよいよ本体をボンドで貼り付けていきます。このような形で貼り付けていきます。何箇所かに分けてくっつけていきます。このぐらいに塗ったら一度接着をします。この上の高さを合わせて貼り付けてください。つけたらギューッと押さえつけて余分なボンドを外に出します。2枚を貼り付けたらこのような形でどんどんクリップで留めていきます。接着ができたらクリップを外してちょっと段差ができてしまったところ長い方を下にして上から下にこう落としていきます。その後でドレッサーヤスリですね、これをしっかりかけてやって2枚のコバがしっかり合わさるようにしてください。ディバイダーで3ミリの線を引きます。どんどん穴を開けていきます。一番上はこの一目開いたところから始まります。カーブができたら2本までカーブのラインをきれいに出していきます。それではどんどん縫っていきます。一番上は一穴目に入れて上のコバに糸をかけていきます。こう糸が二重にコバがかかっています。あとはいつも通り糸がすごくね長いですが表裏表裏とずっと縫っていきます。
縫い止まりも上になる方の小判に糸を2本かけて縫い合わせたところのコバをくるりとヤスリですね、こちらをかけていきます。ドレッサーがかけ終わったら表側と裏側と減り落としをします。減りが落とせたら最後の磨きになります。一番目立つところのコバになりますので、しっかりと綺麗に磨いていきます。完成しました。いかがでしたでしょうか。今回とってもシンプルで初めての方でも作れる作品になると思います。使い勝手もね、すごくいろいろ用途があって使いやすいと思います。ぜひぜひ皆さん作ってみてください。それではまた別の作品でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。